昨今の日本は昨年度の2023年度分から防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は2024年に入ってなお、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については国民の支持を失ってはいないと感じられるよね。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろうな。今回はそんな防衛予算の大幅な増額の中心であるスタンドオフミサイルについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭の続きだけど、日本の防衛予算は対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分率。当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったけど、今の日本を取り巻く安全保障環境の下ではその堅持を期待することは甚だ困難と一部の関係者からは目されてきたんだ。かつての東西の冷戦時代に日本の最大の仮想敵国は言うまでもなく旧ソ連であったけど、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えるだろうね。中国の軍事力の脅威は、1980年代には旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には現ロシアとアメリカとの間で交わされた、複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加したよ。そのタイミングで旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は準中距離弾道ミサイルでかつ対艦弾道ミサイルである DF-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めているな。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけ対応を進めているわけだ。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だぜ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが大きくマスメディアの報道でも取り上げられるなどしているね。そんな状況下でこれらトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び対艦攻撃を想定した兵装だけど、長距離防空を担う兵装として段階的な開発が進められているのが丸3式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっているよ。丸3式中距離地対空誘導弾は、2003年度に陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中サムと呼称されている、すべてが国産の兵器だね。この丸3式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされているぜ。これは同様の用途の兵器である、元がアメリカ製のペトリオットパック2と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなくコスト面では国産化の効果が反映されたものと言えるだろうな。丸3式中距離地対空誘導弾はミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の2台から垂直に発射する型式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も従来品より自由度を増加させているよ。気になる丸3式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だけど、陸上自衛隊として公には数値は未公表ではあるものの、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明や、
アメリカで実施されたテストの結果からは少なくとも 60km を超えると推察されているんだ。2017年度の防衛予算からは発展型である03式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと目されているね。この03式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場において実射テストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には低空を超音速で飛翔するものも含まれていたというぜ。そのためアメリカ側も03式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいては、かなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられるな。現状では03式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、1、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾、2、2026年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上早期研究開発分、3、2028年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上新規研究開発分、4、2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型があるらしい。この中で2の2026年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上早期研究開発分と、3の2028年に開発が完了予定の03式中サム中サム海能力向上新規研究開発分は、従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型ってわけ。これらは主として今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び、極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的にこれらへの対処を図るものだろうね。費用の上ではこれらには2023年度分の防衛予算の中ではおよそ758億円が計上されており、これはもともとの事前の事業評価の段階ではおよそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり大きな投資を行おうとしていることが感じられるよ。ついで残りの1の2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾と、4の2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらはベースである3式中距離地対空誘導弾を海上自衛隊の艦艇に搭載する型式に応用するものとなるようだ。これら一連の新艦対空誘導弾は通称として ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や対艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われているぜ。新艦対空誘導弾は対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体はベースである03式中距離地対空誘導弾階からレドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だな。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを艦艇搭載用に変更を加えたことについて疑義を呈する意見を述べているね。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された03式中距離地対空誘導弾階がベースである以上、新艦対空誘導弾は艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだな。個人的にはこの人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないけど、正直いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。毎度のような話題だけど、今回も尖閣諸島問題について見ていきたいと思うよ。
アメリカが重い腰を上げたようだが、日本も何か対応すべき時ではないかと思われるぜ。もうじき開催されるはずの北京オリンピック前にアクションをした方が良い気がするよな。さて今回はそんな尖閣諸島において、ついにアメリカが動き出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議なるものが開催され、その会議の結論として外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるという考えを示した上で、海上保安庁法の解釈を明確にしたよ。実は2日前の2月23日、アメリカ国防総省のカービー報道官の声明があり、日本領である尖閣諸島周辺海域で中国海警局艦艇が日本領海へ侵入を繰り返していることについて、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難するとともに、尖閣諸島における挑発的行為を即中止するように要求したんだ。追加として彼はアメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持すると発言したことから、日本国内では尖閣諸島について日本の主権をアメリカが認めた発言だとして大きな好感を持って受け取られたね。こういった流れを受けた上での機外射撃容認発言だったんだけど、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのもほんのつかの間だったんだ。中国がアメリカ高官の発言を黙って聞き逃すはずはなく、カービー氏の発言に対して翌24日、中国外務省の王副報道局長が反論を展開しており、釣魚島諸島尖閣諸島の中国名は中国固有の領土。アメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である我が国の利益を損なうことは許されない。東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないと記者会見で主張し、アメリカと日本を牽制したわけだな。中国の意見にビビったわけでもないんだろうが、2日後の26日、再び記者会見をしたカービー報道官は、23日の尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正しただけでなく、尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないとしたぜ。つまり今までアメリカ政府は尖閣諸島について日本の施設権は認めるが、主権はうやむやで日本領とまでは認めないと言っていたんだが、その立場を継続するということだったな。彼はさらに日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言したね。アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、経済的に強い結びつきのある、中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままということなんだ。日本に何かあった時にもどっちつかずなのかと心配してしまうよな。1年遅れの東京2020オリンピックはコロナウイルス蔓延を尻目に、2021年7月から国民の不安や不満をないもののようにみなして開催されたね。この東京オリンピックの期間中は中国艦艇の動きは一時静かになっていて、世界の目が東京日本に向けられていた時期だから、余計なことはしなかったんだと思うよ。しかし、オリンピックが終わり、秋になると再び連日の中国海警局艦艇が接続水域及び領海への侵犯が続くようになり、11月19日には海警局艦艇4隻の領海侵入があり、2021年では31回目となったぜ。この行動に背景として推理されたのが、11月9日の空自とアメリカ空軍の訓練で、空自のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したな。この訓練も尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いて実施されたものだと話題になっていて、中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのはこの訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見が多いらしい。ここで尖閣諸島について改めて説明していくんだけど、
石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島は、行政区分は沖縄県石垣市に属しているよ。諸島だから、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などがあり、この一帯を尖閣諸島と呼んでいるわけで、古くは鰹節工場があって、日本人が居住して作業していたみたいだけど、第二次世界大戦後中に引き上げ、1940年昭和15年以降は全ての島に人はいないんだ。現在は久場島と周辺小島は私有地になっていて、その他の島々は国有で、久場島と大正島は日米地位協定に基づきアメリカ軍に提供された形になっているね。1895年明治28年1月、日本が尖閣諸島を沖縄県に編入して以後、領土として支配していたんだけど、太平洋戦争で敗れたため、沖縄がアメリカの統治下に置かれたことで、沖縄県に属する尖閣諸島の行政権が停止されてしまったんだ。1951年昭和26年9月、サンフランシスコ平和条約において、日本は台湾と澎湖諸島の領有権を放棄していて、その際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本領として認められたんだけど、アメリカ統治下に置かれる状態は継続することになり、当時の中国と台湾はこの事態に異議を唱えることはなかったということは、形の上では尖閣諸島が日本領であることを認めていたということになるんだよね。アメリカと日本が尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄返還協定に、署名したのが1971年昭和46年6月で、翌年沖縄は日本に返還されたな。それまでは日本でありながら、本土への移動にパスポートが必要だった沖縄の人たちの長年の願いが叶った時だったぜ。ところがこの沖縄返還直後から、今まで尖閣諸島については何一つ触れたことのなかった。台湾と中国がそれぞれ自国に領有権があると主張し始めたわけだ。まず台湾の主張だけど、1895年明治28年に締結された日清戦争後の下関条約により、台湾と尖閣諸島などの島嶼が日本領になったものの、1951年昭和26年のサンフランシスコ条約によって中華民国の帰属とされたんだ。この事実があるため、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したこと、中華民国である台湾の領有権とは別物であると主張したわけ。一方の中国の言い分は、尖閣諸島は明治大の古文書に記されていること。中国大陸の歴代王朝君主は領土に尖閣諸島を含めてきた歴史的事実があることを理由に、従来は中国の教科書に尖閣群島と記載してきたものを1971年12月の、尖閣諸島領有権を主張する声明に合わせて長与大列島と表記を変更しているよ。明の時代は1368年から1644年まで続いた長期政権で、1368年といえば日本は室町幕府足利義満の時代だな。そして1644年は江戸時代初期で島原の乱の7年後ということになり、そんな昔のことを根拠にされても、と思うし、だったら古事記や日本書紀を持ち出してもいいのかと思うところだぜ。台湾と中国が1971年にいきなり尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由は2年前にあり、1969年5月、国連アジア極東経済委員会が東シナ海の学術調査結果を発表したんだけど、その中に尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったんだ。数年後の1973年の第一次オイルショックは有名だけど、石油は今以上に貴重な資源とされていて、太平洋戦争の原因の一つとも言われているよね。その石油が埋まっているかもしれないということで、尖閣諸島が脚光を浴びることになったわけだな。アメリカも沖縄だけでなく尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きがあるらしいとされたから、石油を日本に奪われてはならないという、そんな思いもあったのかもしれないぜ。台湾を自国領として完全に支配しようとしている中国からすれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の、自衛隊にプレッシャーをかける意味でも尖閣諸島占有が重要なポイントになり、台湾侵攻と同時、
もしくは直前に尖閣諸島を占拠して軍事拠点化する可能性が高いと推測されているからな。様々なことを考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思われ、残念ながら中国が実効支配への足固めをしている着々と進めている現状では、自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって、領有権を主張することがまずやるべきことかもしれないね。同時に、アメリカはもとより、世界の国々に日本の主張を訴えていくことも必要だと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施されたよ。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は、3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなったな。さて今回はトマホーク巡航ミサイルの導入に向けての取り組みについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、エマニュエル氏は九段のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することをポイントとして報道陣にコメントを発しているんだ。政治的には来月の2024年4月10日に日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて同国のバイデン大統領との会談を行う中でも日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆されたな。日本政府としては従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得保有運用を定常化させる姿勢を示しているね。自衛隊側では今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員はもとより航空自衛隊員も含め参加を行ったとされていて、隊を超えた連携も考慮されていることが推察されたよ。今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際に同ミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だね。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われるんだ。在日アメリカ軍が今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだったぜ。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルはその中でも比較的に新しいフライト 2A というバージョンに当たるな。マッキャンベルは満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた COGAG 方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で速力31ノットと公表されているよ。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろうね。マッキャンベルは今年2024年1月末に在日アメリカ軍がそれまで配備していた、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに、近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だったんだ。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは、紙兵装にマーク、41モッド、
7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有しているぜ。前述したように海上自衛隊が保有運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でもこれらがトマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろうな。これら海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は主任務として北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の要と位置づけられてきたけど、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中でその役割は多様化してきているように思えるよね。海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻も航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが艦載機として F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となるってわけ。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることでイージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺えるんだ。これら10隻体制のイージス艦とは別に2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新増することも確定しており、ミサイル防衛の中心はこちらに移行することも想定されるな。さて話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は同ミサイルを総額およそ2540億円を投じて最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけてその数を受け入れるとされているよ。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用としておよそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得におよそ847億円が計上されている形だね。もともとの計画において日本政府はトマホーク巡航ミサイルについて、400発とされる全ての数を最新のバージョンであるブロック5とし、2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断したぜ。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更されたな。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4をともに各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられるわけだ。トマホーク巡航ミサイルはバージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中だよ。またブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらにこれを艦隊機艦隊艦攻撃用等兼用可能とした5型、艦隊機攻撃用の能力を向上させた5部型という3種類が製造されているな。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな反対派の団体や個人は従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けているぜ。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたんだけど、そこに出演していた反対論者は日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは、憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかったね。ただしその番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ日本の言論空間も変わってきていることを実感させられたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。